皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして、三浦さん、野球一家の登場。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めて来させて。もう名古屋の顔ですから、もう。顔まではいかないけど。これは野球一家に新しい風吹き込みますよ。もう黙ってても吹いてきます、これは。なんかこのチャンネル、本当名古屋向けになってきてる。名古屋一家に変えましょう。名古屋一家そろそろ変わってきますよ。野球一家って名古屋の番組じゃないんですか？違いますよ、全国区ですよ。でもなんか名古屋 の、 この中日ドラゴンズに特化した番組ぐらいの気持ちで私見てますよ。最近でもそっちが多いですもんね。ドラゴンズ声かけられますからね。もうこれで三浦さんが登場する機会もたくさんあるんじゃないですか、これからね。そうなるといいなと思っておりますけれども、はい、ということで、この3連戦をまず振り返りたいと思います。ヤクルトですね。ヤクルト戦、はい、1勝1分け、はい、1勝1敗1分けとなっておりますが、どうお考えでしょう、お二人は。じゃあ勝てたのかと思うのか、負けなくてよかったと思うのかね、ファンの方みたいなのも聞く機会あったんですけども、みんな様々でした。やっぱり負けなくてよかったなと思う人もいれば、勝てたなと思う人もいれば、実際どうですか、荒木さん、勝てました？僕は、去年やっぱ現場でやってたので、はい、この展開負けるわっていうところからユニフォーム脱いでますよね、はい、確かに。なのでよく負けなかったなっていう感覚。いや、僕もあの2戦目に関して7対7でしょ、最後ね。あれ大体7対5で、あ、今日は負けかなと思う、昨年までだったら。だけど今年は7対7だったんで。あれ1戦目もそうですよ。いや、そうなんですよ、ホームランでね、あれっていう、昨年までと違うぞ、強いぞっていう印象、そう、だからもういいとこまで来てるなって、ここからもう一伸び、この夏にしていくっていう ね、まあ急にはいかないから、はい、まあファン的に言うと。でも戦いが変わってるっていうのを感じますよね。なんとなく、7点も入ったんだったらもう勝ちにしてくれないっていう気持ちになってきましたいやいやいや7点入ることあんまなかったもんね。そうなんですよ、ね、ただあれですよ、スーパーカップと一緒で、あの神宮は 1.5 倍ですから、点数1.5 倍になるんですか？ 1.5 倍なん で、 です。ただ本当に点数が入りやすい球場なんだけど、でもですよ、よく見てくださいよ、ヤクルトの投手事情とドラゴンズの投手事情を見たら、ちょっと7点はドラゴンズとしては取られすぎかな、取られちゃってるな、心配だな。でももともと神宮ってね、やっぱり取られるイメージは、取られるイメージで行ってるから取られる可能性もありますしね、はい、取られてもしょうがないよ、この球場ならみたいな。そうそうそう、みんなが 1.5 倍の気持ちで見てるから。そうだ、バンテリンドームでやってる時だと初回に3点取ったら、まあまあ今日はこのまま流れでいくでしょうっていう感じなんだけど、ちょっとだいぶ貯蓄預金の方に移そうかなみたいな、ね、いや、ちょっと待ってね、それちょっと待ってね、話が分かんなくなってきた。3点入るとちょっと 安心感があるね。そう、そういうことです、そしてあの村松海人選手がもう覚醒しましたけれども、すごい、もう外せませんよ。ちなみに開幕オーダーの予想に入れてましたもんね、はい、僕も入れてましたけども。なんで今なんか今のなんか荒木さんをまあ入れてたけど、まあ、僕も入れてましたけどねみたいな。期待はしてましたよっていうこと。いつもこんな感じですか？期待はしてましたよ、この手法ですか？でも仕方ね、ガラッと前を置いていいですよ、それ床に。これがね、あるとね、喋りやすいですよ。電波拾ってるんです。いないんすけど、マイク持って喋る。電波拾ってるっす。もうなんか、もう気合入ってますね、今日は。あら、ね、ね、まだまだこれからですって。ただ村松選手、本当話戻しますけど。はい、いや、本当戻してください。最初から期待しましたけど、期待通りですもんね。やっぱ打ち方変えてやっぱいいですね、やっぱ今ね、うん、打ち方変えたんですか？去年からすると大きく変わってますからね、やっぱりあのオフの間にいろいろ勉強しに行ったみたいですよ。それ の、 やっぱ考え方とかが今いい具合にマッチしてたりも、ね、すると思いますけども、でも覚醒具合は半端ないですよ、僕ね。でもね、同じような時にハマったことがあるんですよ、1週間ほどこんな感じの時が。だから要するにいわゆるゾーンに入った。そう、ゾーンに入った時があって。そういう時どうなんですか、感覚は？もう何着ても打てるんですよ。何着ても打てる。で、球も速く感じないし、おう、もう自分の思い通りに。何着ても、逆に言えばもう僕がピッチャーみたいな感じ、僕が主導権だ、僕が主導権持ってるみたいな感じ、じゃあ急にあの公式ボールじゃなくて、なんかスイカが来てもこうパーンって割れる。割れる。何着ても割れる。スイカが来ることはまずないですよね。あるんです。ちょっと話しさすがですね。やめときますけど。でもそれぐらい見えてたってこと。本当にすごいんですよ。
OPS これはもう今野球界では大事とされてるこの数値ですもんね。 1.6 ですよ。 1.6 あの僕ゾーン入った時でも長打はなかったんですよ。はい、あもうほんとコツ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 ヒット打ってる感じだったんで、その二塁打だとか三塁打だとか別になかったから、うん、村松は結構そういう長打打ててますもんね。だからここまで OPS あるんですけど、すごい、うん、これはねでもね、うん、これをあとは引きずらないこと、ね、いい時はこのまま引きずってもらって、はい、この悪くなってきた時にこんなはずじゃないこんなはずじゃないって言って、うんうん、めちゃくちゃそれをね、引いちゃうことが、大引いちゃうことがあって、はい、これで設定してると利息がね、昔良かった日本の時みたいにね、経済が悪化しますから。そうかそうかそうか。そう、ここが普通だと思われないんで、今はすごい状態です。特別、だから今が特別な状態だっていうのを今のうちに自分で分かっといて、自分がバブル状態だと。そう、そのまま、いい時はもうずっとそのままでやっていっていいけど、心のどこかに今は俺違う、そう、こういう時たまたまですよ、たまたまですよ。あとこれが1年に1回あるのか2年に1回あるのかっていうぐらいの感じでいかないと、僕それで結構引っ張ったんで悪くなって、はい、うん、じゃあ悪くなった時にいかにその落ち込みを抑えるかっていう、ね、抑えるか、そこがポイントになってる。ポイントです。だから今はいいけど、いいけど、そういう目でちょっとじゃあ村松選手見ていきましょう。じゃあまあ全然いいと思います、ね、これで。だから落ち込み度合いどれぐらいで抑えれるかなってなると、その先村松選手そのいい状態をずっとキープできる可能性。そう、それがもうベストなんですよ、うんうん、でももしも悪くなった時に、うん、あの時はまあちょっとゾーン入ったなっていうぐらいの感覚になれれば、うんうん、このゾーンっていうのはあんまり意識しないとどれぐらい続くもんなんですか。ゾーンはね、ゾーンの中でもこういうのがあるから、なので1ヶ月ぐらいはいい状態を多分キープできると思うんですよ。僕がねゾーン入ったのはフリーフォールぐらいでピュッと一瞬だけでこうなスッと、しかも名古屋球場のバッティング練習で来るんですあんまお金にならないやつですよ、ね、お金にならないやつですでもバッティングピッチャーどんなボール投げてワンバンでも打てちゃう時ありますよ。ゾーンに一瞬だけです、名古屋球場のバッティング練習ってですってちょっと私分かんなくなっちゃったんですけどとりあえずもう途中から抜けてもらって大丈夫です大丈夫ですか。え、村松選手の今打撃聞いてきましたけど、守備はお二人はどうご覧になってます。うーん、僕は正直1個センター前に抜けるのって反対回りしてファースト送球した時にちょっとこう体の使い方と目標物狙ったそのマッチしてないからちょっと変な方向にそれた送球があったんだけど、あのあたり見るとああちょっとこう予測できないような動きになった時に少し送球面に不安が生じるのかなというのは1点ありましたかね。送球面、まあでも最近そのこの間もバンテリンで僕も見てましたけど、うん、そこをランニングスローいらないよねっていうところでやったりとか、うん、そういうのがちょっとね、足が疲れてきて1ヶ月開幕して1ヶ月経って疲れてきてもうこのぐらいでいいやっていうところになるんですけど、1ヶ月経つとやっぱしんどくてそこをねもう一回我慢して、うん、しっかりと足使って投げれるようになるとまたもう一つ強くなるから、まあもう一回基本的なことをやってもいいかなっていうふうに見てますね。キャッチングよりもやっぱ送球の方がちょっと気になるって感じなんですかね。あのね、取る方はまあ大してあんまり変わらなくて、はい、うん、その投げる前の足の使い方になってくるから、いやいいんですよ、うんうん、まあ、悪くないしアウトにできてるしいいんだけども、そのいい時に、ちゃんとちょっと自分の守備を見直して、はい、あちょっと軽いプレーしちゃったかな、じゃあもう一回ちょっとこういうふうにしっかりとやり直してみようかなっていうところをちょっと頭の中に入れてくれればもう大きなミスはなくなると思います、ね、あとはでもバッティングの話でもやっぱ球場によって得意不得意っていうのはやっぱあるのかな。神宮球場だからね、神宮行ったら間違いなく打つなっていうのとか、広島市民行ったら打つなっていうのも、ね、大学の頃からやっぱり慣れ親しんでるでしょ、はい、だからピッチャー見てるけどもこの景色がやっぱり見慣れてるから、うん、その余分なところに意識を持ってかれずに本当にこの対戦してても心地いい状態、うん、結構球場にってあるんじゃないですか。神宮好きやったですね、だから、ね、雰囲気的にも東京ドームとか東京ドームも好きやったですね、集中しやすい、うん、だけど札幌ドームとかね、あなんかねなんかぼんやーっとしてね集中したいけど ねできないっていうので、村松選手やっぱり
神宮球場だったからこの数値叩き出せたっていう可能性もないことはないですよ ね、うん、得意不得意の球場があるそう僕なんかも名古屋球場とすごく見やすかったです名古屋球場が本拠地のバンテリンじゃなくて名古屋球場よく見も慣れ親しんでちっちゃい頃からこう紙吹雪投げてたからよくまたその話するっていう、まあ、球場によってねやっぱ打ちやすい球場やっぱあるのかなっていう、うん、やっぱプロ野球選手としては感じますよね、うんうん、昨日5月5日子どもの日は石川昂弥選手のホームラン1号が出ました。出ました。フォークボールセンターバックスクリーン、はい、飛びますね。彼も神宮は多分得意です、うんね、去年も神宮で、この村松まではいかないけども、うん、ファーストベースコーチから見てる石川昂弥が何が来てもピタピタ合うっていう時が神宮であったんですよね。横から見てると本当にねファンの人には分からないかもしれないですけどピッチャーとバッターをこう横から同時にこう同じスクリーンで見れるからこうピューって投げる時にもうバッターがこうあ打つそうだなという動きがねよく分かりますよね。分かります。そういう時がありましたね去年は。なので彼も嫌なイメージは神宮でないので、うん、はい、うん、まあ、だからそういうところでねいいバッティングして、うん、そこでちょっと覚えていけばいいですよね。バッティングでも前日仮に捨て代打に出されたんですね。チャンスの時に ね、あそこね、あれ変えなかったらあそこでホームラン打ってたかもしれませんよ。三浦さんどう思ったんですかあそこ。これはもう一野球ファンとして野球ファンの意見ですよ。野球ファンの意見ですよ。まあねえ、うん、仮に捨て、はい、俺は金村さんに LINE しましたよ。えここ石川打たせたらいいじゃないですか。金村さんはちなみに見てるんですかドラゴンズ戦も。あの日は見てました。あの日巨人阪神を見てもらった後長かったから、はいはい、見てました、はい、それに関しては勝ちがまあねかかってるからっていうのもあるんじゃないですかって言ってましたけど、うん、でも打ってほしかったなと思いますよね。まあ、これはファン目線ですから僕ら、ね、そうそうファン目線、うん、全然ファン目線、はい、いや僕も思いましたよ。だから打ってほしかった。なんかっていうか同点だったじゃないですか。はいはい。なんかこういう機会にねこういう機会に、ね、こういうところでみたいなって思いましたよね。すごく感じましたね。でもそれをね一気に感じてね次の日ホームランですからもう、まあ、確かにそのやっぱり戦術としてはもう石川選手の気持ちにアプローチできてた。いやでもちょっとファン同士で話しますけど、はい、代打仮説って、はい、向こうみたいな申告敬遠でしたから、ね、なかったことみたいな。あれ高橋が言ってたら申告敬遠 してると思いません。うん、まあ、してる可能性もある。高谷だとしてお守りやすいしね、そっちの方がベンチのことを思いながら見る野球とファン目線で見る野球ってやっぱ変わってくるから、うん、でもそれ正解だと思いますよ。そういう考えでいる人もいっぱいたくさんいると思うし、ロマンとヒーローとっていうのを考えちゃう、うん、こういうファン目線で、それをこうやり取りするのが野球界ですもんね。そうですそうです。ファンが主のチャンネルなんですよこのチャンネルは。誰々里崎チャンネルとは違うわけです。里崎さんの発信のちょっと近いところにいるけど里崎さんのチャンネルじゃないです、はい、ファンが聞くチャンネルなんですよこれ。あ、そうなんですね。ロジックが違うんですよ。ほう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 。高木さんとか、はい、それこそ宮本さんの個人のチャンネルとはロジックが違うんですよ、はい、ここって、はい、視聴者とかファン一般の人がプロに聞くチャンネルなんです。はあ、そうなんですよ。結構だから好きに喋っていいんですよ。そう。じゃあ石川高谷どうなってきますか。でも昨日のでもあのホームランで一つちょっと今年チャンスつかみかけたかなってね。やっぱり最初頑張ってた周平がね今ちょっと怪我してる状態でノック受け出しましたよ。やっぱでもふくらはぎだったでしょ。ふくらはぎでも、ね、動き見ましたけどもそこそこ動けてますから。ふくらはぎの話していいですか。していいですか。ちょっとふくらはぎ僕も肉物でしちゃったんですよ走ってて。人生で初めて。はい、人生初のふくらはぎ。もう歩けないです。だから今ね高橋周平の気持ちが一番よく分かる。だからで僕ちょっと治ったからと思って、うん、またちょっとウォーキングから始めようと思ってやってたらまたやったんですよ。またやった。なので周平ちょっと気をつけてほしいなって。これは怖いですよ。逆やる。いやもう逆ちょっと危なかったんで、うん、しっかり水分を取った方がいいですね。高橋周平選手、うん、水分取って慌てない。高谷はだからチャンス使いましたよね。でもちょっと待って、でもどこで出るんですか。サードですかファーストですか。
だから仮捨てがこのままいけるかっていうところになってくるんじゃないかな、はい、仮捨てでも結構頑張っていて、で外野でも出たりしてサードでも、うん、ね、でいろんなところ、ね、出たりして、じゃあ石川昂弥選手はサード、サードでしょうね、うん、で仮捨て選手はここというところに途中から行って外野で行ったり。ちなみに石川選手の今年の守備お二人どう思ってらっしゃいます？秀則さんはいかがですか？そのまだ技術的な部分でレベルアップする部分はもっと必要な部分あると思います。ただ彼のその評価っていうものが昨年のエラーをその前提に話すとちょっとやっぱり膝の影響もあるので、うん、かわいそうな部分は正直あると思うので、これからやっぱり、こなしていく彼のその守備のプレーで評価をしていってあげたいなっていうのは正直な自分の今の気持ちなので、そこはこのぐらいの評価ですっていうのは今ちょっと言いにくいです正直。これからまだまだ、うん、そう上手くなっていくんじゃないかなっていう希望を。彼はだから守備キャラじゃやっぱないので、守備キャラそのホームラン打ってね、はい、打撃アピールして、でさらにじゃあ守備どうかっていうところで見ていってあげたいな、見てみたいなっていうところですね。荒木さんはいかがですか？実際その今秀さんに言われた通り、もうこれからのプレーを見てになるんだけども、今年ってあんまり見れてないんだよね、うん、実際キャンプの時見てっていう感じなんだけども、もともと三遊間側はそう下手じゃないんですよ、うん、三塁線側がちょっと遅いんですよね、グローブ出してくるのが。なんで重点的にこっちを練習するべきか、それとも三塁線にちょっと寄せて1メートルぐらい逆にもうこっちだけのプレーを多めにさせてあげるとか、正面を多めにしてあげるっていう風にしてあげると、もう自分の苦手なところを消せるわけですもんね、サードだったら。そうするとまた自分の中で何か覚えてきて機敏になって、こっちも上手くなっていくかも。ファールボールに対しても全部も反応させていっといて、でそこで練習させておいてっていうのもありかなって、うん、これ効き目の問題もひょっとするとあるかもしれず、この左目が効き目だとやっぱこっちのねこの辺りって消えてくるんで、まあ、最初の設定を今荒木さん言われる外野でもそうですけども、最初の構えを最初の位置取りを少し変えると補える点っていうのはあるかもしれない、うん、だから一気に僕もやっぱ去年のうちに全てをやれなかったので、はい、その前の段階まではちゃんとね基本的なことをやって、うんうん、じゃあ次この逆シングルをどういうふうにしようかっていうところは次の段階と思ってたので、まあねまあ、これはもう今ね直道くんが多分やってくれてるだろうから、うんうん、でもまだまだやっぱ上手くなりますから、今年4年5年目か岡林と同級生ですよ ね、なんでまあまあこれからはやっていくうちにやっぱりどんどん上手くなっていくのがプロ野球なので、うんね、しっかり2軍でも出れてましたし ね、うん そ, うねうん、そう考えるとこれからに期待したいですよね。石川昂弥は4番ですか？打順は今のあれですか、はい、今のメンバーで感じで今のメンバーで行くならやっぱり中田翔がやっぱりね4番、うん、やっぱりあれだけ同点に追いつくもう窮地を救ってくるバッターですからね、4番にはかなと思いますけど、ただ今の戦い方を見ると中田さん休ませるときに4番に石川高みたいなのもありますから、あ逆にもう細川の打順をずらさずにね、そうなんかねそういう今までのね戦いを見てると、うん、そうなると4番石川高っていうのでちょっと休ませながら、そうだから中田翔がやってるのを1週間見て、うん、はいじゃあ石川高同じように4番ちょっとやってみなっていう、うん、そういう教育もありかな。この前でもそういう機会があったら涌井さんの試合でいきなり9点取られてね、はい、9点取られてましたよね。9点あの試合も全く1個も見てないんですよ、ね、僕あれ全く全部見たんですよ。全く見た、私も現地で全く全部見ました。いつも現地いますよ。いつもいないですよ。そういえばいつもいないですけど、めちゃくちゃ売れっ子じゃん。いやちょうど母と一緒に見に行っておりまして。あそういうこと、はい、何回までいるんですかそういう時。最後までいまして、でその後のはい、その時龍神祭やってて、はい、大人の内野ノックみたいな、はい、秀則さんがやってらっしゃった前日は秀則さんで、はい、その日はそうなんですか。はいそうなんです。 その日は福留さんと港川さんね、はい、そこまで見ていこうっていう、ね、
でまあまあ、まあ、本当にこれもうお仕事の方ですけど、 ここまで言っちゃうと正直1回2回でもう帰りたい気持ちにはなりましたけど、これじゃあラジオで何も喋れんと思って、なんかもうナイアドックまで見たら何か喋れるかなみたいな気持ちもありました。正直お客さんわりかしあんなに天才って穏やかでしたよね。穏やかでした。あ、僕の周りだけそうだと思います。全然一切ヤジが飛ばずに、私の周りはまあまあでしたよ。まあまあ、部分部分によるんだ。そうだと思う。僕内野だったからみんな穏やかだった。これ何回ぐらいまで行った気配ありました、皆さんお客さん。あ、でも結構いたんですよ。8回7回ぐらいまで全然いました、うん。まあ、試合時間は普通でしたもんね。意外と9時ぐらいに終わったんですよ。うん、3時間ゲームだったんですよ。あの日はあの9時半以降まで試合が伸びたらそのイベントノックイベント中止なんですけど。え、そうだったんですか。そうだけど、あんな点数取られた試合のにめちゃくちゃあの順調に進んだのはドラゴンズの攻撃時間がごくわずか短かったっていう。でもね、大量点の時って大体早く終わりますよね、試合。うんうん、え、そういうもんなんですか。だから12対1だったら相手が3時間ゲームで終わったとしたら2時間は相手が攻撃してて1時間がこっちぐらいの感じで、しっかりとこうバランスは取れますよね。なんでかっていうと、こう入り球にカウント取れる緩いカーブとか、もうどんどんピッチャーはゾーンで勝負しだすから、それをこう見てるともう逆にずっちにはまっちゃうから、こう打ちに行くと凡打になるって結構淡白な攻撃になります、ね。ただ神宮に関しては結構長くなるんですよ、はい、大量点は。やっぱり今日ご飯食べに行く予定とか立ててると、まあ、今日無理だなってなっちゃうんですね、はい、5時間ですからね、この前。5時間危ないとこでしたよ、本当に。セリーグ、パリーグで日付変わります。5時間ですよ。1位でしたよね、今のとこ。1位の延長というか、あの長さのゲームだったんで。今期1位のゲームで。5時間って結構です。